タルガトップのポルシェ914タルガトップはドイツの自動車メーカーのポルシェの車種の911におけるルーフ部分が開けられる形態またはグレードのことである。タルガの由来はイタリアでかつて行われていたタルガフローリオ耐久レース。1966年から1970年まで大会後連覇を飾ったポルシェがこれを記念したものである。 911のオープンカーモデルの投入は、1964年に初代911が投入後すぐに検討されるが、投入を予定していた北米では、オープンカーの横転時の乗員の危険性について、議論が巻き起こっていたことから、ロールバーを装備することで対処させた。それが1967年に発売された9112.0タルガであった。 初期のモデルはリアウィンドウはソフトトップであったが1969年には湾曲したリアウィンドウが装備された。このスタイルは2代目の930型911、3代目の964型911まで踏襲されるが、4代目の993型911、5代目の996型911、 6代目997型911のタルガモデルではトップ部分がガラスルーフとなりトップ開放時はルーフはリアウィンドウの内側に格納される電動インナースライド式となった。また996型と997型ではリアウィンドウが開けられるようになり荷物の出し入れがしやすくなった。7代目の991型911 8代目992型911のタルガモデルでは、太めのロールバー、湾曲リアウィンドウが採用され、初代、2代目、3代目までのスタイルが復活した。動作はすべて自動となり、開放時はリアウィンドウが開き、ソフトトップが格納される仕組みである。このスタイルを再び採用したのは、初代へのオマージュがあると見られている。 タルガのサブネームがあるのは911のみであり、タルガトップ仕様は911のラインナップにおいて、クーペ、カブリオレともにグレードの一つとなった。ポルシェ911ポルシェジャパンポルシェ911タルガ歴代1967年安全なカブリオが発端、フォトヒストリーレスポンスポルシェ911タルガ、ホルツスタイルハット AB ポルシェ911タルガ、 試乗機、ウェブ CG、ハット AB ポルシェ911タルガ 4S。試乗機、ウェブ CG。ありがとうございます。